い、どうもケイジです。今日もねロマサガRSやっていきましょうということで、今日はですね、まあ、昨日ね動画出したんですけども、明日からスペシャルピックアップガチャが始まります。でブルーとルージュのね新 SS、これは絶対撮った方がいいっていうね動画を昨日ちょっとね、出したんですけれども、もうちょっと私も待ちきれない、ワクワクしてる結構。うん、ブルーもルージュもどっちも欲しいし、でそれから一緒に始まるあの青の試練と赤の試練で、初の SS 武器ね、これをちょっと欲しいし、あの使ってみたいね、ブルーとルージュは。うん、で、結構テンションも高め上がってきた、久しぶりにでこのテンション高めのままこのガチャ動画見てください。それではどうぞ。はい、ということでバーニーいただきました。ありがとうございます。ね、1日1回優勝限定かな、1日1回、優勝限定のやつで、まあちょっと粘ってみたんですよ、ずっとね。まあね、散々このバーニーとヴァンパイアレディを追いかけて、あのね、もう万ぐらいね、あの課金してまで追いかけちゃったんですが、まあダメだったんですよね。リベンジ3回目もダメだって、でその後はもうこれ以上追うのやめろということでね、1日1回優勝限定だけ毎日やろうということで、だから昨日実は出たんですよ。ありがとうございます。ということで、かわいいね、バニーかわいい、やっぱりかわいいで、バニーをねちょっと、編成に入れて、せっかくなんで今能力値2倍アップキャンペーン中なんでね、まあ、スタハンなんでちょっと回ってたんですが、ずっとね、編成に組み込んだままずっとね、もうオートでやってまして、でまあバトルが終わればまた再戦って感じで、あんまりねこのバニーの、まあ、戦いっぷりっていうか性能ね全然見てないんですよ。だから今日はそれをね、ちょっとやっていこうかなっていうふうに思っております。はい、実機でね。はい、とりあえずね今のところですね、まあ、そのバニーを、編成に入れて、ずっと13の2の5かな、一番上でずっと周回させてて、まあそうですね、まあ2倍といえど、あまり育成っていうか、あまり成長してない気はします。こちらなんですけど、今戦闘力はね、7815ですね。まだまだです。で、装備品外すと、ソステで言いますと、そうですね、器用さが必要ですよね。10キャラなんで。で、器用さが今70。で強さがねまだ上がるはずなんで、もうちょっとね、ダメージ力出してくれるのかなと、育つのかなとは思ってますし、その他はだいたい60、半ばかな。まあまあでもいいステータスだと思いますね。あっちのあのウサギの方のね、バーニーで、育成はしてたので、まあ、出だしはなかなか、うん、好調ですね。でまあ装備品込みでいきますと、今強さが135なので、まあうん、全然いいと思いますね。強そうな感じはします。まあ、ここ、今ね、13の2の5を、このバーニー使って、行ってたんですけど、このラビットトリック使って、そうですね、まあ、弱い、1ターン目にね、出てくる、ウサギが4体出てくるんですけど、そのうち2体はちょっと弱めのウサギかな。でそのウサギには、だいたい5000ダメージ。で、ちょっと強めの、上級のウサギには4000台だから、弱い敵にはだいたい今のところ5000ぐらいダメージ出せるのかな、ウィークでもない敵に。なので、このダガーウィークで入る敵にちょっとこのラビットトリックをね当ててみたいということで、ダに弱い敵ってあんまり思い浮かばないんだけど、多分ちょっと下がってしまうんですが、ちょっと下行きますね。おそらく11の2の、ここか。
ここ確かダーが、弱点だった気がするんですよ。うん、ちょっと覚えてないけど、ちょっと行ってみたいと思いますんで、ちょっと行きます。はい、でパーティーメンバーは、まあ、シルバー、バーニー、ギュスターブ、エレン、シロバラですね。うん、でシロバラとシルバーとエレンの HP を942、目標を掲げて今スタハンやってるんですが、そうですね、やっぱなかなか2倍じゃないと上がらないね。なかなか上がらない。シルバーがね、今ね、HP 939 なので、あと1上がったら940なので、誰かとちょっと入れ替えたいと思ってるんですけど、これがなかなか上がってくれないんですよね。うん、でバーニーは826、まだまだこれからね。でゲスターバー940ですけど、まあ引率役として、使っております。でエレンの方は、今戦闘力ね、8888、末広がり4つズバンと並んでおります。で HP 914で、これをね、やっぱなかなか940まで1ずつしか上がらないんで、うん、結構ねしんどい、なかなか上がらない。うん、で、エレンはスタイルレベル50にしたので、またエレンの動画は別でちょっとね作ってみたい。かなり強いんでね、エレンはびっくりするぐらい、あと白バラも 909HP ね、だまだまだ、うん、なので今このメンバーでね、ちょっとスタハンで頑張ってるんですが、バニーね、バニーのラビットトリックの性能を見てみましょう。おそらくここダーがウィークだったと思うんだけど、どっかあったかな、ちょっと今全然探してないんで適当にここ来たんですけど、そうですね、ここダー効きますね。ダー効くんだ。溶血スラッシャー、バーニーラビットトリック使ってみましょう。ギュスターブ、あ、ちょっと待って、じゃあ全員通常攻撃にしてラビットトリックだけ見ましょう。ラビットトリック通常、通常、白バラも通常で、じゃあラビットトリックどれぐらい入るのか現状ね、見てみましょうか。あとあれだね、陣形もホーリーウォールとかインペリアルクロスだったっけ、デザートランスかにした方がいいね。じゃあ次やりましょう。まずどれぐらい入るのか見たい、ラビットトリック。さあ来るか。6000、3発入ったね、今3発入ったから19000ぐらい、上等だよね。19000入ってたら上等だよね。うん、いいいい。でその後がもう使えないから、通常と。でも倒れなかったね、このサメ。19000か、まあ約2万ぐらい入ってて、うん、なるほど。まあ、でも結構サメ強い方だからね、2万3発、3発当たって2万でしょ。うん、ラビットトリックって、S だったっけ？ラビットトリックは、威力 B。あ、そうか。ほうほう。まあ、でも、氷結スラッシャーとかよりかは、威力はあるからね。これ、ランク上げたら結構いきそうですね、ダメージ。おう、いいね。デタラメ弾。これ、全体スタンね。ダブルクラッシュ。そうね。ぶった切りで後ろを行っときましょうか。ぶった切りで、チョコレートボール、これでいきましょう。ぶった切りどうか強え。ダブルクラッシュもさすが。デタラメ弾4500か、ウィークで4500。まあ技ランクも低いし、うん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 、まあでもこのパーティーでこのバーに入れてても遜色ないね。うん、まあ、ある程度バーに育ってる方なんで。氷結スラッシャー、あ、レイと雷が入るんだ。ザンじゃなくて氷結スラッシャーが決まる。なるほど。バニー通常、なるほどね。流し切り、高速ナブラ、エレン使ってみましょう。チョコレートボール。いや、早くあの新しい新 SS 杖ね、カドゥケウス欲しいね。うん、白バラにも持たしたいし、何より新しいブルー欲しいね。うん、ルージュもかっこいいしね。影縛りバンバン決まるだろうね、あの知力の高さだと。オーバードライブ、デタラメ弾、スマッシュ、大木弾、チョコレートボール。
さあ、一人オーバードライブ。デタラメ弾で4600。そうね、オーバードライブで4600だったらあんまりダメージ出てないね。デタラメ弾は威力 D ぐらいかな確か。じゃあ、これをホーリーウォールでいきましょうか。器用さ 50% だもんね。シルバー、通常で、ラビットトリック。威力 B。デタラメ弾は威力 D。威力 D。ね。長弾。威力 A。これも刺さるだろうね。そうね。まあ、じゃあ、ラビットトリックからいきましょう。ラビットトリック。通常攻撃。素早さが遅いから、ちょっと敵、この弱いピラニアが落ちるかもしれないけど、さっき後ろのサメに6650を3発だった。さあどう ?8500。しかも1発。まあでも3発入ってたら8500だから、さっきよりも2000ダメージアップしてる。これが3発もし決まっていたら、26000から28000、27000ぐらいか。26000。でかいよね。ウィークで入ると。3発当たったらね。なるほど。1発で8500、威力 B。まあ、威力 B、まあそうね、補正値 50% かかってるからね。かかってないと6000、6600。威力 B で。BP10 使う。1回しか当たらなかった。6600。まあ、そうなるとちょっと寂しいけど、そうね、敵が多い時だとね、まあこうランダムにバーンバーンバーンって言ってくれるとありがたいし、全力応答。まああとはバーニーの耐久性かな。耐久性の問題だね。まあダーの接待とか、ダーがウィークで入るような、まあ敵がね、いるクエストとか、まあ、ボス戦だと、バーに入れていくかな。このままだと。なかなかいいね。通常攻撃、ぶった切り、前のこいつ、ブルクラッシュ、通常、チョコレートボール。まあでもあのバーニーのラビットトリックか、1回から3回のランダムね、これは本当嬉しい。使いたかったからね。あと残すところはバンパイアレディね、お注射してほしいんでお注射してほしいんで、まあ1日1回優勝限定か、これはね、ちょっとまだバンパイアレディ狙っていきたい。そうね、長弾を使ってみよう。じゃあ氷結、大木、ルルクラで長弾。じゃあサメに行こう、サメに。でチョコレートボール、シルバーがやばそうだな。氷結スラッシャー、ターン4回入ってるんで、これ4回入ってるんで、なんだろう、2万ちょい、2万2、3000か。9505、長弾。十分だね。僕、エミリア持ってないんで、10キャラが、T260G ぐらいかな。あ、教授がいるわ。教授ね、SS あるけど、ドキドキパニックか。混乱するやつね。まあ、あれいいけど、そうね、長弾も持ってるけど、威力と、なんだろう、可愛らしさとか、使いたい方で言えば、バーニーの方が上かな。クエストとかでね、メインとかで。ロビンカップになると、教授のドキドキパニックが結構、まあ、継承してくれるとありがたいかなと思うんですけど、まあ、なかなか混乱通らないんですけど、まあ、ロビンハイとかで、この、バーニーのラビットトリックか。これをね、セルマ、水着セルマなんかがね、継承したら、なかなかの威力が出るんじゃないのかなと思う。だーってなんだ。出るんじゃないのかなとは思うんですが、なるほどね。バーニーちゃん。まあ、ちょうどスタミナもなくなったんで、これで終わろうかな。
ということでね、今回1日1回優勝限定でバニーゲットしたんですよ。応援ありがとうございます、今まで。はい、じゃあね、最後は今日もやりましょうか。1日1回優勝限定バンパイアディ出るかもしれない。一応言ってきますけど、昨日バーニー出たのは午前10時1分か2分ぐらいですね。昨日午前に回したんですよ。午前の10時1分2分ぐらいにバーニー出たんで、ガチャは10時の方がいいですよおそらく。はい、じゃあ行きましょう。毎日無料からお試し S 来いよ。 S 来たらいいことあると、マコはダメなんだよ。鬼面草じゃないと。しかも三丁棒じゃなかったからね。4で行きましょう。お、ひらめいた、マコちゃん。あ、うわ、びっくりした。モニカ、モニカでした。いやー、びっくりした。俺、新しいブルー来たんかなと思って。一瞬。もう頭の中、ブルーとルージュでいっぱい。ね。まあ、明日からなんで。さあ、じゃあ行きましょう。ヴァンパイアレディを。狙って。行くのか行かないのか。行くぜ、来い、決めそう。お、長い、長い。バーニーか。バーニーか、1、2の、3の、チョボ、4。そうはうまくいかないね。そうはうまくいかない。ミネルバ。はい、ということで、まあちょっとね、バーニーをようやくゲットできたので、残るところは、あと、ヴァンパイアレディね、お注射されたいんで、これなんとか狙っていきたいと思いますが、なんか最近ちょっとね、まあ同じね、もう、スクエアのゲームなので、まあいいと思うんですが、ドラクエウォーク DQW っていうのかな、えらいなんか人気だそうで、なんかロマサガのユーザーがそっちへ流れてるとか、なんかまことしやかに言われてるんですけど、どうなんですかね。そういうわけでもないと思うんですけどね、両方やったりしてると思うし、今ちょっとドラクエの方がね、出たてで人気があるから、言ってるだけで、ロマサガファンは必ずロマサガに帰ってくるとは思うんですけどね。うん、まあ、私はあんまりドラクエは、なんだろう、興味ないっていうか、ドラクエファンではないので、ドラクエと例えば FF どっちがファンですかって言われたら、私は FF 派、ファイナルファンタジー派なんで、ドラクエはね、あんまりやらなくなったんですよね、若い頃ずっと FF だけをやってきて。なので今回ドラクエウォークっていうゲームが、出ることもあんまり知らなかったし、情報を言えなかったのかな、自分で。で、まあ出て、こう、巷では人気があるって言われても、あんまり興味が湧かなかったんですけど、あんまり、そこまで人気があるんであれば、私やりましょうか、ドラクエウォーク。どうですか？やってみましょうか、ちょっと。皆さんが、ぜひやってほしいって言うんであれば、やりますけど、がっつりはやらないですよ。最初の、なんか、チュートリアルガチャぐらいならやりますけど、どういうゲームかも全くわかんないんで、もし、そうですね、3名の方が3名の方が、やれよっておっしゃるんであればやります。はい、1名2名だとやらないかな。3名以上から募集受け付けますんで、まあそれぐらいしかコメント来ないと思うんで、はい、ということでね、もしよかったら私にオファーください。気が向けばやると思いますんで、はい、ということで今回の動画は以上になります。明日からスペシャルピックアップガチャブルーとルージュ、それから青の試練、赤の試練、それから成績ホリホリも始まりますんで、明日からね、またスタハン中なので回復剤いっぱい残ってると思いますんで、皆さんやりましょう。ということで今回の動画は以上にします。最後までご視聴ありがとうございました。この動画面白かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いいたします。あとツイッターの方もやってますんで、気軽にフォローしていってください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。